2008年のハーケン・ボルフガング・ハーケンは、ドイツ出身の数学者。専門分野はトポロジー。数学上の難問として知られる四色定理を証明したことで有名。1928年、ベルリンに生まれる。キール大学において、哲学、物理学、そして数学を学び、1953年に、博士号を取得。その後、ミュンヘンにある。 大企業シーメンス社に就職しマイクロ波工学の研究員となる。シーメンスでの仕事の傍らトポロジーの研究を続けていた。その後、国内で発表した論文をきっかけに数学界において注目されるようになり、アメリカ合衆国のイリノイ大学アーバナシャンペーン校に客員教授として招かれる。1965年には常任教授となった。 プリンストン高等研究所への不妊経験も持つ。ハーケンは大学生時代に知ったポアンカレ予想を証明することを目指していたが叶えることはできず、俗にポアンカレ病と呼ばれる精神疲労状態に陥ってしまう。そんな時数学者のハインリヒ兵ュから四色問題のことを聞かされ、研究対象をポアンカレ予想から四色問題へと変更した。 1976年に4歳年下の同僚、ケネス・アッペルと共に四色定理を電子計算機を用いて証明した。1979年、ファルカーソン賞受賞。1990年代後半にイリノイ大学を定年退官し、その後はシカゴにある自宅での研究を続けている。多くの子供や孫に恵まれており、息子のリッポルド・ハーケンは、 イリノイ大学の電気、コンピュータ工学教授となった。ありがとうございます。